スベトラーナ・エフゲニー・エブナ・サビツカヤは、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国モスクワ出身の女性宇宙飛行士。ワレンチナ・テレシコワが宇宙へ行った19年後の1982年に、ソユーズ T-7 に登場し、宇宙へ行った二人目の女性となった。彼女は、ソビエト空軍中将、エフゲニー・サビツキーの娘であり、1980年から、 宇宙飛行士としての訓練を開始した。サルート7号に登場中の1984年7月25日、宇宙船の外に3時間35分滞在し、女性としては史上初めて宇宙遊泳を行った。地球への帰還途中、国際女性デーを記念して司令官に任命された。また彼女はソ連邦英雄を二度受賞した。 小惑星番号4118番の小惑星、スベタは彼女にちなんで命名された。彼女は1974年からテストパイロットとしても活躍し、ミグで18度の世界記録を、チームパラシュートで3度の世界記録を更新している。1970年に開催された第6回ファイエアロバティック世界選手権では優勝している。 1993年にはロシア空軍の少佐として現役を引退した。現在はロシア連邦共産党に所属するドゥーマの議員である。ありがとうございます。